ホンダ CBR ホンダ CBR400 回 CBR400 回は、ホンダ技研工業が、かつて製造販売したオートバイである。1980年代初頭には、空前のオートバイブームとなり、ホンダ技研工業では激戦区となる 400CC クラスで CBX400 回を製造販売していたが、各社のライバル勢に対抗すべく発売後わずか2年で、フルモデルチェンジし、 製造を販売したのが形式名 NC17 の本モデルである。搭載される内径 X 工程イコール 55.0X42.0 排気量 399cc の NC07E 型空冷4ストローク DOHC4 バルブ4気筒エンジンは CBX400 回からのキャリーオーバーであるが圧縮比9.6に燃料供給を VE53 型キャブレターに変更。さらに 8500rpm を境に2バルブから4バルブに切り替わる回転数応答型バルブ給止機構、レブを搭載。また角型ヘッドライト下に大型オイルクーラーを装備。これらの結果最高出力 58ps、12300rpm、最大トルク 3.6kgm、11000rpm となった。 減速機は6速トランスミッション。車体はフレームを各断面パイプダブルグレードルとし、キャスター角27度トレール 97mm、シート高 780mm に設定された。サスペンションはフロントがブレーキトルク応答がアンチ内部機構トラックを装備する成立テレスコピック、リアがプロリンク式スイングアームで、いずれも円筒空気バネ併用となるほか、 タイヤは NS コムスターホイールに前輪が1 90から16、54H、後輪が110、90から18、61H を装着する。ブレーキは前ダブル、5シングルのディスクブレーキであるが、CBX400 回のインボードタイプから一般的なアウトボードとなったほか、キャリパーがダブルとなった。1983年12月16日発表。 同月20発売1984年5月24日発表同月31日発売でハーフフェアリングアンダーカウルに等式ハロゲン,ンヘッドライトを装備する CBR400 回エンデュランスを追加1984年7月18日発表同年8月10日発売でフリフェアリングを装備した特別使用者を4000台限定で追加 1985年8月6日発表同月20日発売でシングルシート並びにジュラルミン単造バックステップを標準装着する一人乗りモデル c b r 4 0 0回フォームラ3を5000台限定で追加するとともに同月31日発売で従来モデルに以下の仕様変更を伴うマイナーチェンジを実施百八十六年七月エンジンを水冷化した NC23 型 CBR400R へフルモデルチェンジされ製造販売終了。ありがとうございます。